703号柳川筑後線は、福岡県柳川市から筑後市に至る一般県道である。江戸時代初期の柳川藩主、田中義政が整備した柳川やめの街道の一部に相当する。柳川市街と筑後市の福岡県道706号、筑後城島線筑後ループ橋付近までを結ぶ県道であり、筑後平野を西南西東北東方向にほぼ一直線で走る。 一部に車線の区間もあるが、全体を通じて一車線程度の福員が狭い区間が多いので走行には注意が必要である。柳川市三橋町柳川から宮山市世田課長上町に至るバイパスが計画され、一部区間を除いて開通済みとなっていたが、2008年8月に全区間開通した。筑後市方面への接続は、 県道89号瀬高久留米線は境愛なため、福岡県道96号やめ瀬高線から、福岡県道791号、福瀬高線を経由して、水田中町交差点で県道に接続すると、全経路に車線である。一部は1987年3月に廃線となった旧国鉄佐賀線の線路跡に建設され、かつての駅で言うと百町駅三橋駅間にあたる。 2008年3月29日に暫定完成した有明海沿岸道路一般部のうち柳川市三橋町柳川から同市、東下町までの区間が道路線のバイパスとして指定されている。ありがとうございます。